双方とも攻守の位置を変えました。さあこれよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。金沢サーダウン4、パス不成功、ナイスディフェンス、パスインコンプリート。クォーターバック8番下がりまして、パスを投じんというところでしたが、ディフェンス佐藤なんとか振り払い、パスを投じましたがディフェンス見事なカバーしまして、パス不成功に変えております。フォースダウンで変わります。金沢ワイセンベルクフォースダウンラストダウン、金沢ワイセンベルクフォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。このパントは若干シャンクする形になり、ボールは相手陣20ヤード付近で止まりました。カバーチームが抑えまして、できる限り時間を消化する形で攻守交代となります。タイクオーバー。OC 様のメッセージの通り、現在ワンポゼッション差、つまり1回のタッチダウンでその状況をひっくり返るリードでしかありません。その点におきましても京都まだまだチャンスがあります。さあこのチャンス生かせるか、京都自陣20ヤードからファーストダウン10。さあまずパスが通った。これは金沢ワイセン32番タックルして仕留めます。しかしゲインにはなっております。パスをキャッチしました。15番は京都サウスベアーズ藤原、仕留めましたが32番の、西岡でした。ゲインは約3ヤード。金沢失礼しました、京都サウスベアーズセカンドダウン7。さあここでハンドオフオプション、クォーターバックがここで自らキープをチョイスしました。この判断によりまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。ゲインは4ヤード。ここはクォーターバック17番中村自らの総力で突破を図りました。さあ京都サウスベアーズサーダウン3、ボールオンは自陣26ヤード、3ヤードの攻防に入ります。パスが通った、ナイスゲインファースター。クォーターバック右に展開しておりましたワイドレシーバー20番にパス、20番タックル受けながらこれを振りほどいて見事に攻撃権更新を果たしています。京都サウスベアーズファースター、見事なキャッチアンダウンを決めましたのは京都サウスベアーズ20番の福利氏。さあまずは攻撃権更新を果たしました京都サウスベアーズ、ボールオン自陣37ヤードからファースターアンテン、さあプレッシャー来る。クォーターバック17番プレッシャー受けながら、しかしプレアクションパスを投じんと右に展開しておりましたが、しかしパージパスを投じることできずセカンドに変わります。これは金沢ディフェンス陣素晴らしいパスカバーを披露しました。京都サウスベアーズセカンドダウン9。皆様ご覧いただいている方々にお願いがございます。この戦できる限り多くの方にご覧いただきたく思います。
叶いましたら、この配信のチャット内で簡単な形で結構です。メッセージをお入れください。また可能でしたら高評価ボタンもお願いいたします。これらのアクションによりまして、多くの方々に YouTube の方がこの試合を配信を促していただく形になります。できる限り多くの方々にこの熱戦が行き届きますよう、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあ、先ほどのランプレーの際に負傷者が発生した模様です。レフリータイムアウトが入っております。先ほどのプレーで京都サウスベアーズは3ヤードのゲイン。タックルしたのは金沢ワイセンベルク、セーフティー19番本田一世でした。素晴らしいタックルしましたのは金沢ワイセンベルク19番の本田でした。京都サウスベアーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。京都サウスベアーズサダン7、クォーターバック下がりまして、パスを投じようとしました。しかしそこに金沢71番がスタート。パスを投じる前にキュービーさん仕留めました。結果的にフォースダウンに京都変わります。見事キュービーサックを決めましたが、金沢ワイセンベルグ71番中川、3ヤードのロスを奪っています。19番様、本名を書いてますね。大村、私の後輩ですね。またやりたくなりましたか。始めましたらまた取りに行きます。さあ、このパントを果敢にリターン試みました。非常に厳しい中、しかしこれを24番見事確保し、金沢陣36ヤードの攻撃を終えました。この1試合の攻撃権獲得です。テイクオーバー。パンター65番荒川武俊のパントを金沢ワイセンベルクリターナー24番川野純喜が1ヤードリターン。さあ、攻撃権変わりまして、金沢の攻撃に変わります。金沢自陣36ヤードからのファーストダウン10。ファーストダウン10。パス不成功。ここで中央を切り込んだ19番にパスを投じましたが、このパスタイミング合わず、パス不成功になっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。滋賀の田中さんは、そうですね、ワイセンの素晴らしい攻防戦、しかし受け身になるなというメッセージが含まれていると私は取らせていただきました。金沢ワイセンベルクセカンドダウン。同志さんは金沢、本当に粘りあるディフェンスを見せていると私も思います。そして攻撃も随所で素晴らしい技あるプレーを決めています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10。さあ、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ペナルティフラッグが出ています。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。先ほどのプレー、双方に反則がありました。オフェンスチームはイリーガルフォーメーション、不正な体型を用いた。ディフェンスチームはオフサイド、ボールが動く前に相手陣地に侵入していたという反則です。双方に反則がありましたため、オフセット、先ほどのプレー無効となりまして、セカンドダウン10の状況で試合再開です。これは京都ナイスディフェンス。
金沢はここでリードオプションを選択しランニングバックにピッチしました。ブロッカーをつけ右オープン走らせんという状況でしたが、しかしこれを見事京都対応しまして1ヤードロスに変えています。54番山本一樹がタックル、1ヤードのロスを奪っています。さあ金沢サーダウンイレブンの状況に入ります。ボールは自陣35ヤード、ファーストダウン獲得まで11ヤード。さあここで選択したのは QB ドロー、パスシチュエーションでしたが、その裏をつくようにクォーターバック自らの総力で突破を図りました。一気に中央を切り上がり攻撃権更新図らんというところでしたが、京都残り1ヤードで阻止しておりまして、フォースダウンに変えます。1ヤードロスをしていたのでファーストダウン獲得には残り1ヤード、ダウンはフォースダウン、フォースダウン残り1ヤードの状況ですが、金沢パントフォーメーションを取ります。さあこれも鮮やかなパントになっている。ナイスパン、ここで金沢は低い弾道で前に転がるパントを蹴りました。リターンできない状況と判断し、京都このボールをスルー、結果的に大きく陣地を金沢は取り返す形に成功しました。京都陣13ヤード付近で攻守交代、テイクオーバーとなっています。京都サウスウェアーズ自陣13ヤードからファーストダウン。さあ京都サウスウェアーズ自陣13ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。パス成功、パス成功。クォーターバックまず左に展開していましたワイドレシーバー89番にパスを通しまして、約7ヤードのゲインを果たしています。パスを取りましたのは89番の石田。京都サウスベアーズセカンドダウンスリー、京都サウスベアーズセカンドダウンスリー、ナイスダウン、ファーストダウン、ここで中央になって一気にスピードになりまして、ランニングバック42番攻撃権更新果たしました。京都サウスベアーズファーストダウン、素晴らしいランを披露し攻撃権更新したのは42番の高橋でした。さあまず攻撃更新を一つ果たしています京都サウスベアーズ、ボールオン自陣29ヤードの近いの攻撃に入ります。京都サウスベアーズサードファーストダウン10、新たにファーストダウン10。パス不成功、ここでクォーターバックプレイアクションからロングパスを投じました。奥に走り込んだレシーバーに投じロングゲインを図らんというところでしたが、しかしこのパスはショート、パス不成功となっています。試合時間は残り3分30秒となっています。京都サウスベアーズセカンドダウン10、京都サウスベアーズセカンドダウン10。さあここでスクリーンパスを展開した、パス成功、ロングパスに見せかけ手前にいたランニングバックにパスを投じブロッカーをつけてのキャッチアンダーを図るデザインプレー、約8ヤードのゲインとなっています。パスをキャッチしたのは京都サウスベアーズ22番の富田でした。しかし中で倒れたため時計は回り続けます。まもなく試合時間残り3分を切ります。その得点差は6点、ワンポゼッションリー、ワンポゼッションの差です。京都サウスベアーズサダン2、
さあ中央へランプレー行った。攻撃権更新、ファースター。京都サスペアーズファースター。この2ヤードをランプレーで突破しました。京都サスペアーズキャリア42番、見事期待に応えまして攻撃権更新です。京都サスペアーズファースター。キャリア42番は高橋でした。3ヤードを原始ファースター。さあしかし時計回り続けております。ボールオン自陣40ヤードから京都サスペアーズファースター。4回の攻撃開始です。試合終了まで残り2分20秒を切りました。ファースター10。パス成功。さあ和田行く、ナイスゲイ、ナイスキャッチ、パスター。さあここで中央切れ込んだ9番にパス。9番タックル受けながらこれを見事にキャッチ、攻撃権誤審相手陣に入りましたのパスターンです。京都サスペアーズワイドシーは9番岸の素晴らしいプレーでした。ここでホイッスル。京都サスペアーズ敵陣41ヤードから新たに京都サスペアーズ相手陣41ヤードからのファーストダウン10。さあこの試合ワンタッチダウンワンフィールワントライフォーポイントでひっくり返ります。京都ここでそれをできるか。ここでホイッスル。ここで金沢が後半1回目のタイムアウトを取ります。ワイセンベルク後半1回目のタイムアウトの要求。まさに攻撃をはじめとするその絶妙のタイミングで金沢タイムアウトを取りました。ギリギリまで相手のプレー判断をするために見極めてからの後半のタイムアウトを取った模様です。双方とも素晴らしい策を入り混じれた形の一戦になっております。ありとあらゆる策が投じられていることが肌でも感じられます。その一戦残り時間1分29秒という状況になりました。現在不利にあります。しかし京都の攻撃権になっています。その位置は相手陣41ヤードから京都サスペアーズの攻撃、ファーストダウン10。クォーターバック17番、パスを投じると下がりましたがディフェンス陣が佐藤、これをかわし右方向へのスクランブルに転じました。スクランブルは緊急発進のランプレー。しかしこの判断よく約6ヤードのゲインに変えています。ゲインはクォーターバック17番は中村でした。また外で出たためここで一旦時計は止まっております。ライン終わりましたのでゲームクロック止まっています。試合終了まで残り1分19秒。京都サスペアーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン5。試合時間残り1分19秒。さあ大きいことが発生している。ターンオーバー、インターセプト、攻守交代です。ここでパスによって一気に突破図らんと投じられたパス。しかしそれをレシーバーがキャッチミス。浮いたボールをしかしすかさず取ったのは金沢ワイセンベルグ32番。これにより攻守交代です。インターセプト、ターンオーバー。値千金のビッグプレーが発生しました。このチャンスを見事にものにしましたのは金沢ワイセンベルグ、ディフェンスバック32番の西岡。フィールドに落ちる前に金沢ワイセンベルク、コーナーバック32番西岡健太郎がキャッチ、インターセプト成立。この土壇場で非常に大きなプレーが発生しました。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。まさに勢いは、京都にありといった状況にありました。この最終盤の状況でしたが、まさに一瞬の隙によって生じましたトラブルです。この隙を逃さず金沢が奪い取りまして、その攻撃のチャンスを摘み取りました。しかしまだ試合は終わっておりません。残り時間1分8秒、そして京都にはまだタイムアウトが3つ残っております。
攻撃権は金沢ワイセンベルク。ファーストダウン10。さあ金沢ワイセンベルク、果たしてどうこの時間を消費するか。ファーストダウン10。さあランプレイター、ランニングバック2番ハンドオフから右オープンに展開、相手ディフェンスを飛び越えんとするランプレーを披露しました。さあ判定はどうか。ここで京都後半1回目のタイムアウトを使います。ここで京都サウスベアーズ後半1回目のタイムアウトの要求です。先ほどのプレー金沢ワイセンベルクランニングバック2番多田裕樹のランプレーで、先ほどのランプレーキャリア2番の多田でした。本日非常に鮮やかなランプレーを決めておりますが、ここでもそれを披露しております。攻撃権行使にはわずかに至っておりませんが、9ヤードのゲインとなっている模様です。北野さんはそうですね、金沢の55番の三田、素晴らしい活躍を披露しております。なかなか実況の際にはそれがお伝えできず誠に恐縮ではありますが、このような形で取り上げていただいていることが非常に嬉しく思います。さあ試合再開、金沢セカンドダウン残り1ヤード。さあ中央へ大プレー、攻撃権更新になりました。金沢ファーストダウン獲得。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、京都サウスベアーズ後半2回目。京都ここで後半2回目のタイムアウトを使います。本来ならばなんとかこのシリーズを封じた格好でタイムアウトを取りたかったと思いますが、残り時間を確保するためやむなくここで消費します。後半2回目のタイムアウト要求です。試合終了まで残り46秒、金沢ワイセンベルクファーストダウン10。さあ試合再開です。金沢ファーストダウン10、フォーメーションを変えました。ビクトリーフォーメーションを取ります。時間消費のためのフォーメーションです。2ダウン、時計を回します。京都サスベアズにタイムアウト一つ残っておりますが、この戦術を金沢が取った場合には止める手段が残っておりません。京都タイムアウトを取らない模様です。金沢セカンダー2ダウン、時計をさらに進めます。双方ともにその健闘をたたえ合う握手をしております。非常に素晴らしい光景です。そして試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ13点で、金沢ワイセンベルグの勝利。金沢ワイセンベルグオーシャンボール出場決定です。13対7で金沢ワイセンベルグが勝利いたしました。これより金沢ワイセンベルグは2月11日日曜日、金沢見事な戦術、そして見事な投手を見せまして、この一戦を制し、オーシャンボール出場を果たしました。2年前コロナのまん延防止策のため、その出場するためのチャンスを得ながらそれを辞退するという無念のシーズンを過ごしました。そして今季能登半島大地震によりまして、その参加自体を出場危ぶまれる状況、しかしそれを乗り越え、この一戦に挑み見事出場権獲得しました。金沢ワイセンベルグおめでとうございます。東日本地区代表浦和ウラワーズ6点、北海道東北地区代表久留米イーグルス2点でした。しかし京都も素晴らしい戦いぶりでした。近年常に部員厳しい状況が続き、
なかなかこの舞台に戻ってこれない古豪の苦しみを味わっておりました。それを乗り越え見事この舞台に復活しました京都サウスペアーズ。来季もその奮闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。お願いいたします。これ表彰式が行われます。すいません、試合が終わりましたが、実はこの、今年度ですね、夏にですね、金沢ワイセンベルク様、金沢カルビのフットボール協会主催の100万石ボールハウスベアーズさんがさせていただいてます、その、いろいろな方が参加したんですが、キッズチアのですね、七尾市、で活動されているキッズチアチームがですね、被災されて活動ができないというような状況にあります。で、協会にですね、お越しに来られた皆様に、募金をですね、いただいて、金沢ワイセンベルクさんはじめ100万石ボール2023一同として、チア協会を通じて、募金をさせていただきたいと思いますので皆様ご協力をお願いします。金沢ワイセンベルクの監督をしております宮崎と申します。報道等で、ご存知と思いますけれども1月に、大変な地震がありまして、我々も、この試合出れるかどうかというのは非常に悩んだところであります。ただ、幸いなことに我々の方は被害が少なかったということなんですが、まだまだ本当に大変な思いをしていらっしゃる方がいらっしゃいます。どうぞ皆さんの温かい気持ちで、応援をしていただけると本当にありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。後ほど選手がですね、募金箱を持って、スタンドの方に上がらせていただきますので、どうぞご協力よろしくお願いします。この両チーム、実は昨年の夏、金沢で毎年行われております100万石ボールにおいて対戦しておりました。その熱戦の再来とも言うべき一戦でもありました。同時に互いにアメリカンフットボールを愛する者として先般ありました能登半島大地震は非常に大きな災禍でありました。この中におきまして双方ともに何としてもその突破口を生み出したいと新しい希望を届けんという一試合であったと今痛感しております。よろしくお願いいたします。はい、西日本支部、オーシャンボール出場決定戦、はい、無事に終わりました。で結果、ね、金沢ワイセンベルクが、2度目のオーシャンボール出場という形になりました。で被災された皆さんもこの金沢ワイセンベルクが勝ったことで、ね、復興にもう一頑張りしようという気持ちがね現れるかなと思っております。 その上にもっと頑張ろうと思うためには2月11日のオーシャンボールで浦和ーズを倒してもらって
ね、西日本の代表として、ね、凱旋していただいたらいいかなと思っています。西日本支部の、ね、サウスレアーズも惜しいところいっぱいありました、ね、決闘したと思います、ね、スタートメンバーが少し足りないというような情報も聞いています。その中で検討されたと思います。西日本支部の支部長としては誇りを持って、ね、頑張ったなというふうに褒めてあげたいと思います、はい、ということで今回、オーシャンボール、プライベートフットボールリーグ連盟が協会がごめんなさいが、30回の記念大会を迎えます。で今までは中日本支部、西日本支部、東日本支部の3支部で、勝者を決めているっていう形を取っていたんですが、今回30回記念大会を記念して、先ほど放送でもありましたが、北海道東北のチャンピオン、そして東日本支部のチャンピオンで今日行われました中日本支部と、西日本支部のチャンピオン同士のファイナル4でプレーオフを行いまして、その勝者がオーシャンボールに出場するという形を初めて取りました。ですから記念すべき大会ですので、本当に神奈川さん、ね、これからまた練習も大変だと思いますけども、ぜひとも関東のチームに勝って、西日本の方が強いんだと、中日本の方が強いんだという証明をしてきていただきたいと思います。で今ここに中日本支部の支部長の渡辺支部長がいますので、一言、ね、激励を、特に、ね、金沢の、ね、ホームですから、一言激励をしていただきたいと思います。では渡辺支部長お願いします。中日本支部支部長の渡辺と申します。本日は誠にありがとうございました。金沢のセンデルさん、まずは、おめでとうございます。今日野支部長からもありましたけれども、2月の11日日曜日、長良川球技メドで、13時キックオフ、オーシャンボールとなりますので、ぜひですね、関東の、代表を浦和浦和で破っていただいて、勝利していただきたいと思います。よろしくお願いします。引き続きですね、ご声援ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。以上をもちまして、閉会の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。この最後を祝しまして、日野支部長様、そして中日本の渡辺理事長様の方から激励の言葉をいただきました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないよう、今一度お席周りをご確認の上お気をつけて。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが志巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。その姿を案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。
あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして、オーシャンボールの西の代表は中日本を制し、この地を勝利しました金沢ワイセンベルクとなりました。金沢は西日本の勇者、そして中日本で死闘を繰り広げた者たちの代表として、東日本そして東北北海道を制しました浦和ウラワーズとその雌雄を決します。果たして彼らにその栄光の初の王冠が手に入ることができるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様、長時間にわたる配信ご観戦、そして会場でのご観戦ありがとうございました。本日の配信は JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。 JPFF の方々、その許可いただきまして大変ありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私、道楽やりじゃでした。機会かないましたらまたお会いいたしましょう。そして2月11日岐阜の長良川メドウでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。